皆さんこんにちは、タイガーキャットです。今回は奄美市の中心街の海岸線をご案内したいと思います。この動画気に入った方はぜひチャンネル登録をお願いします。まずですね、現在の港町入船町矢野脇町付近なんですけどもね、だいぶこう埋め立てが進んでいるんですけども、この旧港のあたりですね、港町の法務局とかマヤス湖あたりからこれ今撮ってますけども、このね旧港付近はあんまりこう港の形っていうのは変わってないんですね。1960年代ぐらいと比べるとですね、はい、これが1960年代頃の写真なんですけども、急行付近右下あたりですね、あんまり変わっておりません。そして、これですね、砂浜が見えるでしょうか。現在の大島石油のすぐ前、この辺はですねまだ砂浜が残ってるんですね。で、まあすでにねこの時点でも、埋め立てがだいぶ進んでいる感じではあります。そしてこれが1970年代頃の港町入船町矢野脇町あたりになります。はい、これが現在の写真ですけども、だいぶですね、埋め立てが広がったのがわかると思います。そしてこちらは塩浜町、現在の塩浜町ですね。中央付近に金口湯があって、右手がフェリー乗り場ですね。はい、そしてこちらが1960年代頃の塩浜町。なんか長いね堤防があったんですね、細長いね。そして港の方、埋め立てが進んでいて、まだ建物が建っていない状態。金口湯の本校舎のところにプールらしきものがありました。現在はこの右側のグランドのあたりにありますね。これが1970年代頃の写真で、金口湯のねプールが見えます。はい、そして、すぐ近く、こちら1960年代頃のハブセンターの付近、ハブセンターのあるあたりはまだ何にもないですね。この辺家がほとんどないです。そして1970年代頃のハブセンター付近、はい、もうすでにこの辺一気にこう家が広がっていて、埋め立て地にも家が広がっています。そして現在の長浜町です。これだいぶですね、長浜町は変わっておりますね。すごい、埋め立ての面積が広がってまして、これが1960年代頃の長浜町。赤丸のあたりはですね、何かあの丸いね水を貯めるような設備があるんですね。これがもうこの頃にあって、現在もねこれらしき設備があるんですね。はい、この設備のすぐ前がもう砂浜という感じで、他はね家はほとんどないですね。これが1970年代頃の写真ですけども、だいぶね、家が増えた感じですね。この頃一気にね、埋め立てをして、家がこう増えたと。そしてこの設備まだね、はっきりとこうありますよね。まだっていうか、現在もねあるんですけどもね。はい、この赤丸のところ、ここら辺が近くが砂浜だったので、だいぶ埋め立てが進んだというのがわかります。ではですね、以前の海岸線付近をたどってみたいと思います。まず港町のあたりからなんですけども、先ほどの1960年代頃の写真ではもうすでにこの道路の右側もね、埋め立てが進んでいましたけどもね、多分おそらくこの辺が、昔の海岸線ではなかったかと思われます。まあ、これも憶測です。そしてこのルート、この辺をね今から車でたどっていきたいと思います。はい、こちらが大島石油、このすぐ前が砂浜だったということですね。そして右手に金口湯の体育館グランドが見えて、左手が本校舎、
してこの左側にねガードレールが見えますけども、左登っていくとハブセンターになります。そしてこちら左の方曲がりますけども、この辺でね、海への飛び込みをやっていたというね話を聞けました。石油スタンドは株の塔にあるね、ありますよね。はいはい、長浜の下に、長浜の、長浜のすぐそこですよ。すぐそこ、ああ、はいはい、ありますね、角のところに、はい、ありますね。あの海だったね。そうですよね、その海、あの上から飛び込み台だったね。あの辺で飛び込んでたりしたんですか。うん、上から、山の上から。はい、こちらは奄美中央病院の後ろを通っている道路で、これ右側にね防波堤というか堤防の跡らしきものがあるものが分かりますかね。でこの右側段差がありまして、低くなってますのでね、土地が。でおそらくこの右側の、ものが防波堤だったのではないかと思われます。そしてもうここから先は道路がですね入り組んでましたので、ちょっとどの辺が海岸線なのかちょっとわからないまま走っております。でここをずっとまっすぐ行って左へ行くと浅荷トンネルになります。ではですね、当時どんな出来事があったか振り返ってみたいと思います。1955年、昭和30年の11月14日中央通りの火災、118棟が焼失。12月3日には立て続けに柳川通りの火事、1361棟が焼失してますね。これ戦後10年経ってからの火事ということでね、復興の大変な時期に火事ということですね。そして1959年昭和34年の3月29日に、県立大島病院が開設しています。それから1960年の昭和35年、5月24日にチリ地震による津波がありました。これで393棟が床上浸水、672棟が床下浸水となってますね。それからまたですね、火事が多いです。1961年36年の12月8日に市内火災大火ということでね、本当にね、火災の多い町と言えますね、このなぜ。それから1963年、昭和38年、6月1日に NHK のテレビ放送が開始されて、奄美空港も完成してます。で、この翌年39年が東京オリンピックの年ということでね、これ多分全国的にこういったいろんなね、準備の動きがあったんではないかと思われます。そして1965年昭和40年に中央公民館が完成、まあすでにねもう取り壊しになってますけども、奄美市役所の近くにありました。そして1976年昭和51年の12月にやっとですね民間放送が開始されて、NHK、だけではなくて、民放が見れるようになったということです。はい、では皆さんご視聴ありがとうございました。この動画気に入った方はいいねやチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。